冬は待って長い道のりでです。みんなこんにちは。スパテのものは私しちは今日木材スプレンダーを使用する方法を紹介します。それはゴタンの木材スプレンダーが出ります。これは電動、これは電動、電動オイルが圧力をかけています。これはモーター、モーターのスイッチをオンにする安全リバリテリー。木材が置かれる場所を金属棒の間にこれがあります。今木を挽回する方法を見てみましょう。これスイッチが、安全スイッチがここです。再び我々は切り消さびます。安全スイッチが、今私はあなたに買ったの木材スプレンダーと民安全採用しますと思っている。最後にビデオを見ていただき誠にありがとうございます。